っていきますということで、円卓強化めっちゃ久々にいきたいと思います。はい、でテンプレですね。はい、テンプレで、あ、ちょっと並び順気にするの忘れちゃったな。はい、って感じなんですけど、うん、ここがね佐伯がまあ50できたらよかったなっていうのはあるんですが、まあ頑張ってやりましょう。はい、覚えてるかな、一応今表は出して、あれよねどういう立ち回りでやればいいか全然覚えてないかもしれないですけど、頑張っていきましょう。まあ、人数集めてって感じだよね。最初アーサー出してっていう感じだよね初手が、うん、2人以上、まあ、モードか、あ、そうだよね、モードかあれのとこ、うん、騎士団のところで人多いとこがいいよね。まあ評価上がるのも結構大事なんだけど、まあ初手2回和み踏めたんで、そこはまあよ、ここでもいいか、岸田開けるか、ああ、しどれみ降格とか欲しかった。はい、で、あと金徳ですよね。金徳の成功失敗がやばいのと、不確定組が多いのとっていう感じだった気がするんだけど、とりあえずここ組んでよし、赤、緑だと詰みなんだよね。お、天丸来い。ダメだ、前回来ちゃったのでね、しょうがないですね。ボンでいけんのかな。3つ出ないよね。1、2、3個出てるので、ですね、人多いとこがいいけど、それなりにも進みたい。1で行っちゃうと次3確定になっちゃうので、まあクロセーラで回復して、まあ、次守備かメンタルどっちかって感じかな。でここ確定なんだけど、まあ人が多い方がいいよね。で次アーサー出すとよかったんだっけか。あ、セーフ。で和みが告白欲しい。軽量化でいいんだっけ。で、そうですね、どっちがいいかな。もういいかな。でコツも潰したいんだけど、とりあえず基礎値だよね。筋力か。あ、次技術だ思い出した、なんか技術足んねえみたいなのが今蘇った一瞬、パッと
しょうがない。でですよ、3個出てるんだよ。3個出てるなら岸田行っていいよね。はい、ナイスー。で、和みはまあ一回どっかデートできればいいので、まあ、そこは気にしつつって感じかな。人集めつつの1個出るよね。3人で割と進める方がいいよね。でそろそろタックもしていきたいので、はい、ここで。朝はパンパンパパン。メンタル、あ、筋力の方がいいかな。筋力の方がいいかな。2人と3人、まあどっちでもいいね。で、まあ、筋力もちょっと足んないと思うので、朝はパンパンパパン。来すぎ。とりあえず S までは上げたい。これいいかな。2人稼ぎつつの、うん、良さそう。次はタック行っちゃダメよって感じかな。しかも星ついた、素晴らしい。で朝尾くん2つ、タックは踏んじゃダメ。なんか出るよね。騎馬で良い。ここが、あ、違う。ここが良さそうな感じはする。うん。じゃあ。で、次タック行きたいな。光っててくれ。よし。11人で、ああいいんじゃないですか。いいとこが光ってる。で、うん、大丈夫ですね。で、どうしよう。とりあえずここまで来れたのでちょっと潰していこう。はい、うん、そうだな。なんか終わる？まだ終わんないのか。まだ終わんないなら体力したいので、ここでいっか。
めっちゃ行きたかった、ここ。回復回転持ってきてないんだよ。パワーヒー。おっしゃ。勝ってないな。ここはどうしよっかな。ここ出ちゃうので、ちょっと詰めっちゃったな。さっきソウル行きたかったので、ちょっと判断ミスしたかもしれない。ん？なんかいろいろミスってるな。いろいろミスってねえか俺。まあいいや。今進んでよかったんだね。キバ君とかね。ちょっと1個ミスっちゃった。でですよ。お願いします。第一関門突破。打撃の方がいいかな。人多い方がいいか。調子安定もらいます。違うな。わっ、ひつぶしいの5のやつは別にそんな気にしなくていいと思うので、ちょっとそろそろカンパチ欲しい。人がいない。あー、今行っとかないとまずいの。青。
でですよ、半分はいってるっぽいよね。カンパチかな、ここは大丈夫よね。カンパチ、カンパチは真右なので大丈夫ですね。なんか出るね。じゃあ指導さんでいいかな。打撃も悪くないんだけど、打撃の方が次も、あーん、次モードとか行きやすいの。そうだね、次モードとか行きやすいので、はい、こっちでいいんだよね。わ、頼むよ。総力上げれてない。おー、ナイスー。今日は回避能力が高い。筋力が足んないかな。筋力敏将って感じか。欲しいけどここしかないよな、とりあえず。ほんとここは多分あの対角線ダメなので、この後人を集めてしっかりカンパチとかのとこ踏んでいけるようにって感じかな。人をください。強っ、すごい綺麗に光ってる。取ってもいいかも。あ、キャッチャー取っとくか。で、いけるよね。あ、3人で2人いいじゃん。もう星つきまくってる今日。はい、つくなよ虫は。あぶね。でカンパチので、次のターンで勧誘いっぱい入るので、筋力かな。
これは何がいいかな。何事もないのがいい。オッケー。こっからの人集め大変なんだよな。人多いとこいる。おー、今3つ出てるよね。出てないの。かぶっちゃう、もしかして。かぶっちゃうけど、この人数は捨てれないな。ここ行けばいいってことだよね、本当はね。どうしよう、次のターンで来れるかな。次のターン人多いとこ。入ってるやつある。警官はまだいいか。あ、ファインタッチ。印象と筋力欲しい。2人。まあ2人でここなら無理か。技術は足りてるっぽい。頼むよ。おっしゃ、品徳全成功。人気が。これどうしたらいいの。まあどうせかぶっちゃうんだな。どうせかぶっちゃうんだな。クロセーラ出せないので、1なくなっちゃってるんだもんね、これね。ここで経験点もらってっていうのがいいかな。回復もできるし。はい、人が欲しい。1、2、3、サンガリアなってるので、はい。いや、ここからのまとめがむずいんですよ。ラリーで和みでいいかな。オッケーオッケー。なんか回復してもらって、してくれない。どうしようもないな。多分9個はいけてるよ。
筋力敏捷はまあ嬉しい。人がやばいな。あ、回復ある。回復あるのは嬉しいんだけど。なんか出る？これ。1、2、3個出てるから、なんもないよね。なんもなくて。いやー、どうしようかな。タックで回復するか、人集めたい気もするし。いいか。人が足りない、人が足りない。いや、ここだとダメだ。2人以上のとこ行かないといけないので、そうですね、ここだな。怖い。やる気を。9箇所は OK だったね。やる気がやばい。不眠症、不眠症直してくれた。助かった。やる気は回復してくれなかった。で、なんか出ちゃうよね。なんか出ちゃうので、クロセーラかな、これは。で、次のターンで内閣室座のとこで、やる気はくれるはずなので、が欲しい。人が欲しい。持って虹谷に出せる？出せそうだ。人も入るし。OK。ない。牛若取っちゃう。怖すぎなので、3つ出てんだよね。3つ出てんなら、いやー取っちゃう。これ一気に筋力稼げるのはでかい。で、遠いとこ。いやー、ここも魅力的なんだけどね。クロセラだけ取るか。クロセラ経験点美味しいので、しかも足りない系のところを結構くれるので、あ、4人いいんじゃないですか。4人枝に時間、やっぱなんだかんだ技術足んなくなってきたな。通る。キャー、人が欲しい。ここ行けるかな。ここ行くならまあ、え、6人あればいける。今5人だから6人あればいけるね、とりあえずね。1個はちょっと取れないかもしれない。あ、練習試合あったか。そうか、忘れてた。それどころじゃなかった。
はい、印象と技術、まあ千丸だったら全然足りたかもしれないんですけどね。行くしかないよな。あ、もうエピック出ないんだ。オッケー、ラッキー。で、ここが、ここはもう無理だな。一発デートかな、これ。デートな気がしてきた。もうここ無理だもんね。2つデートします。結構削られるんだよな最後。なのでフルがちょっときついかもしれないですけど、ちょっと待って、なんもないでしょ。これはデートか。こいつ空であるのでね。あ、フルで取れたかな。回しなしで頑張ってみようか。最後入るので、あの、なごみのすけがね、なごみのすけがくれるので、印象足んなかったな。で、あ、まあそこそこだな。すごいめっちゃハマったわけではなさそう。お待たせいたしました。5番。
でも楽しいですね、円卓強化はこうやって 考えることがいっぱいあるので、なんかそれを構築していくのがいいですね。なんか敏将3人とか来てくんないかな。惜しい。言っといてもいいのかな。いや怖いな、もっと強いの来そうだし。形勢こう、スイープ、スルベ、金徳はアート行こうか。どういう感じで取るのが一番いいんだろう。総力上げないで徳能を取りまくった方がいいのか。お待たせいたしました。円卓追加点のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で臨床余ったら総力上げるみたいな方向で、リードで迎える3回です。ワンアウトランナー一塁という場面で笹原やってあげると、投げた、危ない球、いい感じね。第3球を投げた、アウトサイドアンバウンドボール。さあ4球目、低めの球空振り、タイミング合いません。第5球投げた、これは逃げんじゃねえ、いった、入った。円卓追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面、あっと、いった、円卓レイドで迎える7回です。今日3打席連続でホームランを放っている笹原、きた、いった、入った、で、あ、敏将いいっす。もしかしたら筋力でもいいのかもしれないですけど。印象来るね。広角調だ。阿部比、あ、まあまあ、オッケーオッケー。阿部比取った。ハイボールとかもないよ。はい。お待たせいたしました。ツーアウトランナー一塁という場面で笹原投げた。ナイスストレート。伸びのあるストレート。第2球投げた。打ちました、いい当たり。フェンス直撃。パワーヒールな。パワーヒないときつい。円卓勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で。最後なごみがくれるから、ちょっとなんとか耐えてくれ。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で。打った、これは強烈。いった。8回の裏、円卓攻撃に入ります。トップバッターは笹原、今日はツーランホームラン、打ちました、痛烈、入った入った、円卓。やっぱ円卓強化好きやね、私。ストーリーが、ストーリーもかっこいいのとなんかそういうもろもろで好きですね。あと2ターン、オッケー、偉い。そんなに
伸びてはなさそうです、ね、お待たせいたしました5番円卓追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で笹原初球引っ張った入るかホームランが出ない。カメラリードで迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面、ナイスシット橋田円卓リードで迎える5回です。ワンアウトランナー1塁という場面、あっと入った円卓リードで迎える7回です。今日2打席連続でホームランを放っている笹原インハイボール第2球投げました。打ったこれはいい当たりだ。37% 攻めたいな。ただここで5切っていったらもうさよならではあるので、あのね、お祈りしててください皆さん。どうしよっかな。これA まで上げればあんま変わんねえなあんま変わんねえな。ボールキャッチャー、アイアンダー、この方が強いな。ではいきます。おお素晴らしい。であとは4000いくかな。1000点もらえるよね。400の1200点ぐらいは入るはずなので、円卓先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で笹原、緊迫した場面が続きます。投球これから2球目、完全に外れた。ボール投球は3球目、投げました、きたー、いったー、よいしょ、入った。3回の裏、円卓攻撃に入ります。先頭バッターは笹原、エビルアイ見送ってボール。投球これから2球目、ボール、チェンジアップは狙い目、投げました、打った、これは強烈、球が軽いので。円卓リードで迎える5回です。ノーアウトランナー1塁という場面で笹原、今日4打点を挙げています。第2球投げました、顔の前通過。第3球を投げました、低めボール球打った、見届かない、ボール球だったか。小原7回の裏、円卓攻撃に入ります。トップバッターは笹原、今日4打点を打ちました、痛烈、よし、まあ、一応やりたいことはやれた。でセンスだったらまあ言ってたと思うんですけどね、言ってないかな分からん。最近6上限とか5上限とかだからよう分からんのですよね。グイ、びっくりしたな、最後金徳入ったんだっけとか思っちゃった、はい、ちょびっとこの辺ももらえるので4000ちょい、ああまあまあ1000丸ならいってる点数ですね。
PG 千丸ならですけどね。これどうしよう。一応振ろっかな、ちゃんと。ちょっと待ってくださいね。準備をしましょう。階段道さん101 90 60 101 4上限がどう出るか。アブポジキャッチャーでチャンス通り丸、この辺が取れてないんだよね。20丸系取れてないのは結構痛いけど、野球意外性、一級入魂、代打の神さんは切り込み、満塁男、強攻撃ヒッツだ、ムード、レザービーム、チャージ、死守、プレラン、いぶし、長尻、鶴瓶、リベンジ、内筆、まあ、ささやき破りは取るのかな。ラッキーセブン、競争心、アシスト、窮地、独身術、打開、接戦、違う、間違えちゃった。一層、冷静サインサッチ。この辺ちょっとまだ全然取れてないので。牛若。あれ、OK かな。調子安定のみ。あ、選球眼もある。はい。で、二塁手、右。上限は4。センス×と。変数が491。488。あ、間違えた。425554。まあそんなにバランス悪いって感じじゃないですけど、敏捷持ちは欲しかったかなっていうぐらいで。あ、結構ギリだったんだ。へえ。これ A まで上げるらしい。で、対左、怪我、さよなら、あ、気分やラッキーボーイ、破り、4番以上。精神は余る。なので、モード
はい、ということで、いやー、千丸なら言ってたね。残念。うん。ということでございました。まあでも楽しくね、円卓できたので、うん。いいですね、やっぱ。楽しいっす。得のいっぱい取れるし。へえ。まだまだちゃんと覚えてられてたみたいでよかったです。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お待ちしております。皆さん、ピースな日をお過ごしください。バイバイ。